特集、ダーウィン計画の全貌。本計画の概要。ムーンガザ開発の第2期、ME13 から24年に実施されるグランドデザイン。テーマは、月文明の創生と繁栄に関する最適解である。1、地球難民の優先的大量移住。2、月環境に対する人類の生物学的・社会学的な適応。3、月資源を生かした新機軸 AI の現地精査。4、 サイボーグ技術による人体の能力強化。由来は19世紀イギリスの自然科学者、地質学者、生物学者、チャールズ・ダーウィン。第1期、くよみ計画 ME1 から12年と第3期、ガリレオ計画 ME25 から36年の中間計画にあたる。3計画の主事は月移住管理局。くよみ計画とガリレオ計画。くよみ計画。 ME1 から12年の主題は地球月間の航路構築月資源の採掘生成高級的月都市群の建設由来は月をつかさどり夜を滑る日本神話の神月読みの巫女ガリレオ計画 ME25 から36年の主題は火星進出および地球月火星間に横たわる物理的心理的な隔たりを解消するための革新的コミュニケーション技術の挑戦的研究開発 由来は16から17世紀イタリアの自然哲学者、天文学者、数学者、ガリレオガリリレオ・難民の無償移住、月文明の創生にあたり、求められる人材、優先的に居住すべき人材とはいかなるものか。世界中で議論が重ねられた末、導き出された定義は、敬愛による慈しみ、共有による充実、非戦による安泰を絶対的に遵守する人々と、 地球文明の長い歴史において尊厳を踏みにじられ、差別、無別、非人道的な扱いに苦しみ悲しみ続けている人々であった。この考えからガザをはじめとする世界各地の難民たちこそがスキー従者として最もふさわしいと結論された。人類の子孫繁栄。月文明を永続的に発展させるためには、人としての繁殖、人類社会の月環境への順応が欠かせない。つまり、 重力6分の1での妊娠、出産、地球社会とは若干異なる土地相応な社会観が新たに必要とされた。いずれも極めて難題ではあるものの、人類史をよく振り返れば、同様のシチュエーションは多々あり。そのいくつかは、木を振るい誠実に向き合った結果、困難を乗り越え、見事成し遂げられている。そこで、世界中の専門機関が協力、連携を深め、歴史上の経験、知恵を真摯に学び直し、 複数の積極的な具体策をもってして、これを必ず達成することとした。AI の月面生産 AI は PC の発展的存在として以前から普及し活用されているが、その仕組み、技術、材料はあくまでも地球社会に最適化されたものである。月文明の創生は地球文明の移転から始まるため、AI もまた地球社会からの移転で当面十分だと言えはする。しかし、 その後の発展へ大きく貢献するためには、月資源の特徴を生かした現地生産月社会に最適化した新概念の研究開発が非常に重要となる。いわば、ポスト AI と言うべき存在になるのかもしれない。サイボーグの普及情勢。地球社会におけるサイボーグ技術は、身体的障害を負った人々の生理学的機能を補うため、理学療法分野の一端として、普及、発展してきた。また、 当事者の QOL を大幅改善し、本来持つ才能、可能性を的確に花開かせてくれる。社会学的意義の向上はもちろん、各種経済への貢献としても、大変素晴らしい成果をもたらしてくれた。この経験をもとに、重力6分の1環境下における運動の困難さを補うべく、その対象者を全ての人々へ広げ、希望する全ての人々に対して、サイボーグ技術が無償提供されることとなった。これにより、 人類は飛躍的な進化を遂げると期待されている。ME13 年5月1日。月間ウーンガザ ME13 年6月号。